カフルイ空港は、マウイ島のカフルイの東 4km に位置するアメリカ合衆国ハワイ州の地方空港である。カフルイ空港は IATA 空港コードオング及び ICAO 空港コードフォグと指定されている。これらの空港コードは、1960年代後半に今のハワイアン航空が運航していた航空機を発石のシコルスキー S-38。 水陸両用機から DC-3 や DC-9 へ変更する仕事をしたバートラム J ホーグに敬意を表して付けられている。この空港への最も多くのフライトはホノルル国際空港から運航されている。カフルイ空港はハワイ州議会から認可されたいくつかの拡張計画が進行中である。将来はカナダと日本からの定期便が就航する。 高級的な国際空港へ昇格するための準備を行っている。カフルイ空港はハワイにおけるすべての空港を及び開港を管理する中央公団の一部である。カフルイ空港は正式にはハワイ州知事によって管理されている。州知事はハワイ空港監督官に対する法的権限を持つハワイ州交通局長官を任命する。ハワイ空港監督官は 空港業務室、空港企画室、技術部、情報技術室、総務室、利用者案内企画室の6部門を管理している。これらの6部門で、ハワイ州における4地区の空港を管理している。カフルイ空港は、マウイ地区係員の管轄となる。カフルイ空港は滑走路令に、20方向及び滑走路令後、23方向の2つの、 主要な滑走路で構成されている。ここには舗装されたヘリポートも設置されている。1988年4月28日、ヒロ国際空港からホノルル国際空港へ向かっていたアロハ航空243便が飛行中、前方1、3の屋根が吹き飛び、客室乗務員1人が機害に吸い出されたが、カフルイ空港に緊急着陸した。ありがとうございます。